調子に向かって賛美していきましょう。Thank you.
の、 あのテーマは、御言葉に立つということと、そして断食を伴う祈りというのが私の今年の1年 の、 あの目標というか、あのテーマです。で、早速断食にしました。もうあまりしたとかしないとか言うつもりはないんですけど、あのでもね、あの断食ってそんな大したことないんですよ。その1日ぐらいなんて本当に大したことない。あのただ断食することによって神様と交わる時間を持つって、それだけです。今、うん、日々忙しい中で、例えば 朝食事抜く、その食事抜いて、その食事に当てた時間を神様に心向けて祈って、そして本当にこの神様から受ける恵みを感謝して朝スタートできたら最高じゃないですか。朝時間だから、あの1日断食するとか2日断食するとかじゃなくて、一食抜いてください。皆さん一食抜いて神様と交わりましょう。ほんでだから断食がうんじゃなくて、忙しい時間の中でどれだけ神様と向き合うか、神様とどれだけ交わるか、ただそれだけ。ほんでこの間の40日断食したっていう人の証を聞いたんですけど、40日断食して私が何を言ったか分かりませんって言ってました。で本当に分からないと思います。神様の御心っていうのは今すぐ分かるものじゃないかもしれないし、本当にそれはまた示される。でもその中で自分の弱さを知ること、神様と交わらなきゃいけないっていうのに忙しさに言い訳して交わろうとしない自分がいるってことを認めないといけない。だから本当に皆さん、あの別に強制はしないんですけど、一食抜いて静まって神様の前に忙しいて涙流して祈ること、本当にそれをお勧めします。そして私たち、あのそうしたくない自分がいるってことを認めて、あのそう、それをしたいと思っていながらもしない自分がいるっていう、そういう自分を認めて本当に神様に助けてもらって、神様との交わりを本当に豊かにしていけたらいいと思います。でそれが、あの宮本先生がね、たまに皆さん今日10分、15分祈ってくださいとかって言うでしょ。先生長すぎる。で、さあ、あの祈ってくださいって言った時に心の中で、先生そこは3分って言わなきゃ。3分だったらみんなやるかもしれないけど、いきなり10分とか言ったらそれ無理よとかって心の中でも不信感が働くんですけど、でも先生はまあいっぱい祈ってるから、例えば10分15分なんて、多分先生の10分15分の祈りは30秒くらいにしかないと思います。私たちが本当にこの弱いものというか信仰の浅いものが、あの10分15分祈るってことは本当に戦いがありますけど、でもまずは本当に1分から2分から3分からちょっとずつでいいから、本当の信じた神様との交わりを持つことができるように、あのこの1年にみんながこの回復される年になることを信じます。本当に感謝したいと思います。もう一度、あの私今年の私たちの御言葉標語であるマラキの4章6節を私3で作ってきました。これをもう一度3にしたいと思います。この御言葉みんなでも本当に愛称したいと思います。Thank you.
まあ、時間も迫ってますけど、この3人捧げながら、感謝の献金を捧げていきたいと思います。お祈りの方としくお願いします。ご主人じゃお祈りしますか。父の心。
ありがとうございます。本当に御言葉に生きていく一年、まあ、これはこの一年だけではなく生涯を通して私たちが目指していくところなんですが、特に私たちはこの朝、まあ、そのことを覚えると同時にこの今年の標語ですね、胸に刻んで、御言葉を開きたいなということを示されています。また最後にもですね、この曲を歌いたいと思いますので、清子さんよろしくお願いします。まだ僕も覚えてない。私たち先週の、頭にですね、少し、お休みいただきまして、エルモントの方に行ってきたんですね。久しぶりに田村先生、ご夫妻、またルイさん、キャッシーさんともお会いしまして、今年またバンドに行きたいですと、皆さんによろしくお願いお伝えくださいとのことでした。まあ、長旅でしたのでですね、本当に私も体が疲れてしまったんですけど、まあ、心身ともにリフレッシュして、また皆さんにこうしてお使いできることを心から感謝しています。また我が家ではこの新年にですね、家のファーナスのお掃除をしまして、業者さんに入ってもらいまして、家中のこの煙突に溜まっているホコリを、まあ、取ってもらったんですね。最後に点検された日を見て業者の方もびっくりされてましたが、2006年、10年前だったんですね。もう閉じて正解の時ですね。10年間は我が家の空気を淀んでいたのかっていうまあ話なんですけども、でも10年ぶりに、まあ、このホコリを取り除いたせいか、心なしか空気が呼吸がしやすくなったような、まあ、感覚を覚えたんですね。まあ、私たちだけではなく家も回復されているというですね、この年にふさわしい、マスターってなかったかなと思います。皆さんこの2016年の今日、まあ、今日歌で歌いましたので、もう覚えてらっしゃると思いますけど、もう安心されてますか？父の心を子に、子の心をその父に向ける、まさにこの父と子の関係の回復、まあ、私たちと神様との関係の回復というのを目指していきましょう。まあ、そのようなことをですね、私たちはこの特にまあこの朝だけではなく、この1年を通して御言葉から深く学んでいきたいなと示されています。その上で今朝はですね、信仰の回復と題して御言葉を取り切っていきたいなと思います。まあ、信仰という言葉は私たち、まあ、この教会の中でも、まあ、クリスチャンの中でもよく使われる言葉ですけども、皆さん信仰と聞かれたらパッと何が頭に思い浮かびますか？まあ、神様を信じること、教会に行くこと、まあ、聖書を開くこと、まあ、これらも全て信仰の結果であると思いますが、この後このことをですね、まず皆さんと確認したいと思いますね。信仰というのは私たちがこの神を信じる告白以上のものである。イザヤ書の29章の13節に書かれているように、この民は口先で私たちに私に近づき、唇で私を敬うが、その心は私から離れる。もちろんこの熱心に聖書を読むこと、賛美をすること、礼拝すること、全て大切なことなんですが、父が求めている礼拝者というのは心から主を愛し、心から主を主体に求め、主を礼拝するものですよ。で、この本物の信仰をですね、私たち今朝御言葉を通して回復していきたいと思うんですね。今日一箇所皆さんでまず御言葉を読みしたいと思いますが、第一サムエル記の30章9節から20節をですね、共に読みしたいと思います。旧約聖書の第一サムエル記の30章9節から20節、少し長いですが、皆さんと一緒に交互にお読みしたいと思います。第一サムエル記の30章、私の聖書では521ページですけど、9節から20節までを共に読みしたいと思います。じゃあ私からお読みしますので、皆さん声を合わせて交互にですね、読んでいただけるでしょうか。そこでダビデは600人の部下と共に出て行き、ベソル川まで来た。残された者はそこに留まった。ダビデと400人の者は追撃を続け、再び行ってベソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこに留まった。彼らは一人のエジプト人を野原で見つけ、ダビデのところに連れて行った。
彼らは彼にパンをやって食べさせ水を飲ませた。さらに一塊の欲しい事実とたくさんの汁をやると、彼はそれを食べて元気を回復した。みんなはパンを食べず水も飲んでいなかったからである。ダビデは彼に言った。お前は誰のものか、どこから来たのか。すると答えた。私はエジプトの若者でアマレク人の奴隷です。私が3日前に病気になったので、主人は私を置き去りにしたのです。私たちはユダヤ人のネゲブとユダヤ人の主人と彼らのネゲブを襲い、先ほどの目に入れられました。ダビデは彼に言った。その略奪隊のところに案内できるか。彼は答えた。私を殺さず、主人の手に私を渡さないと、神にかけて私に誓ってください。そうすればあなたをあの略奪隊のところに案内いたしましょう。彼がダビデを案内していくと、ちょうど彼らはその時期、いっぱいに散って飲み食いし、お祭り騒ぎをしていた。彼らがペリシテ人の地やユダの地から、非常に多くの取り組みを伸ばさかったであった。そこでダビデは、その夕暮れから次の夕方まで彼らを追った。落雷に乗って逃げた400人の若い者たちの他は、一人も逃れをせなかった。こうしてダビデは、アマレクが奪い取ったものを全部取り戻した。彼の二人の妻も取り戻した。彼らは子供と大人も、また息子娘たちも、分取り者も、彼らが奪われたものは何一つ失わなかった。ダビデはこれら全てを取り返した。ダビデは全ての羊と牛を取った。彼らはこの町の先に立って導き、これはダビデの分類のことですと言った。ということを祈りさせてください。天と地を作られた万物の神様、あなたの偉大な皆をこの朝心から賛美してくれます。私たちがまたこの朝あなたの御前に集められ、御言葉から父よあなたの心を知り、またあなたの御心を探り極めることができるこの時間を心からありがとうございます。聖霊様、あなたが私たちの上に今一人の霊として、知恵の霊として豊かに臨んでくださり、一人一人の霊の目を開かせてくださいますように、また語るこのしもべの口をもあなたが清めてくださり、この御言葉の説明の中において、あなたご自身の栄光が表されていきますよね。また御言葉を通して私たちが人にいるものへと作り変えられていきますよね。この朝の時間心に期待し、はじめに質問のようにお願いします。アーメン。皆さんはつかぬことをお聞きしますが、盗難にあったことってありますか？財布であり、カバンであり、うなずかれる方も何名かいらっしゃるので、私はまだ記憶の中ではこれといったものはないんですけど、盗みをした方は、この場所にはいないと思います。皆さん善良なクリスチャンですので、そういった方はいらっしゃらないと思いますけど、私は実はですね、あるんですね、盗みをしたことが。カミングアウトしますが、小学生の頃ですね、私は兄の財布から1万円をですね取ったことがあるんです。すぐにバレましたがで、おそらく本人はですね、そのことを今聞いても覚えてないと思うんですけど、盗んだ本人はもう20年経っても覚えてるって言ってね、罪って恐ろしいな、たまに教訓としてですね、今では笑い話で伝えますけど、思い出したりするんですね。失って気づくものって大きい、多いんじゃないでしょうか。その最たるものは時間であると思いますけども、サタンが最も私たちから奪いたいもの、それは決して私たちの人間関係、夫婦関係、経済で健康ではないです。サタンが私たちが最も奪いたいものというのは、イエス様がですね、ヨハネの10章の10節で、サタンの性質について述べていますが、盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするんです。皆さん、これがサタンの本質なんですね。盗むものです。で、このサタンが最も私たちから奪いたいものはですね、神への信仰なんです。ヘブル書の11章において、信仰がなければ神に喜ばれることができませんと書かれています。唯一神の前で喜ばれるもの、唯一神の御前で評価されるこの信仰をサタンは奪いたい。これがサタンの狙いなんですね。で、イエス様はこのサタンのことを、盗人と置き換えて話しているわけですが、私たちはですね、目を覚ましていないと、本当に多くのものを盗まれてしまう。信仰だけではなく、多くのものを奪われていってしまうんですね。
イエス様が福音書の中でこれはたびたび出てきますが、最も喜ばれたものというのはまさにこの信仰ですね。同時にイエス様が最も悲しまれたもの、ご存知ですか？まあ、この下りですからもう一つしかないんですけど、不信仰だと思います。2箇所だけ皆さんに言葉をご紹介したいと思います。これ開かなくて結構です。マタイの15章の28節において、カナンの、まあ、女性が15章に出てきます。まあ、この女性は娘が重い病気にかかりまして、イエス様のもとに歩み寄ってくるんですね。主よ、私の娘を助けてください。しかしイエス様のその時にですね、私が使わされているのはイスラエルの滅びた羊の家であると、すなわち私はイスラエルのこの十部族のために使わされているのであって、異邦人であるあなたのもとには使わされていません。子供からパンを取って子犬にあげるのは良くないことです。有名な話ですね。するとこの女性が言うんですね。そうです先生、でも子犬でも主人のテーブルから落ちるパンくずは食べるじゃないですか。でその信仰を見た時にイエス様が感じるんですね。あなたの信仰は立派でした。 You have great faith。 信仰を喜ばれたんですね。同時にマルコの6章の5節6節において、イエス様がこの郷里に、実家に帰られたんですね。しかし人々はイエス様を歓迎しなかったんです。大工の息子は、見下したんですね。でその姿を見て6節において彼の不信仰に驚かれた。こういった歌詞というのは聖書の中にたくさん出てくるんですね。でもその一つの共通項というものは、主は私たちの信仰です。お互いにも言ってあげましょうか。あなたの信仰も見られていますよ。あなたの信仰も見られています。信仰です。私が最近読んでいる本の中で、この信仰ということを非常に分かりやすく、説明している自分があったので皆さんにも紹介したいなと思ったんですけども、父親がですね、娘と一緒に公園を歩いていたんですね。私も娘がいるのでそのお話を読んで非常に共感できたんですが、で公園を歩いていると前から、ホームレスのような格好をした2人の男性が歩いています。するととっさに娘が怖くなってお父さんの手をギュッと握って、身を寄せた。でその瞬間父親が感じた気持ちというで、これ彼の言葉に置き換えるならばですね、今まで娘からもらったどんなプレゼントよりもあの瞬間娘が私の手を握り、お父さんがいるから大丈夫だ、お父さんがいるなら必ず守ってくれる、この瞬間の気持ちが今までもらったどんなプレゼントよりも嬉しかった、そのように書かれているんですね。まさに信仰とはこういったものなんです。人間的な努力によって私たちが主を一生懸命学び、一生懸命聖書にまた研究を進める、もちろんこれらも大切なことなんですが、主が求めている信仰というのはまさに何を語らずとも娘が父に心を寄せたように、この全き信頼とまたこの信仰です。で私たちは今朝このですね思いを回復していきたいと思います。これは皆さんの心にぜひ問うていただきたいなと思うんですね。まさにダビデという人物も、その一人の人物でありましたね。今日のこの30章において、この30章というのはそもそも全てが奪われてしまったというところから始まって、一見すると悲劇ですね。妻も子供も家畜も、もう生活そのもの全てがこのアマレクによって敵によって奪われてしまった、盗まれてしまった。皆さんこの人生を振り返るときにですね、この今まで多くのものを奪われてきたな、それに気づいてらっしゃるから、また気づいてらっしゃらない方もいらっしゃるかと思うんですけど、私も自分のこの人生を振り返るときにですね、本当に自分の愚かな選択やまた誤った決断によって多くのものを失われてきたなということをたまに考えることがあります。人からの信頼であったり、また必要でないことを悩んでしまって時間であったり多くのお金を無駄にしてしまったりですね、また心が騒いでしまった。しかし主の道に歩んでいく中で主が全てのものを取り返してくださる。
今はこの確信に立っているんですね。主が全てのものを過去において奪われたものを取り返してください。そしてこの30章の物語ですね、まさに主が全てをダビデたちのために取り返されたという証しの物語なんですね。今日そのことを皆さんともに見ていきたいと思うんですけども、まあ悲劇で始まったこの30章だったんですが、不思議な主の御手の技が彼らの身に表されています。でその上で今日3つの点をですね、皆さんともに分かち合っていきたいと思います。まずこの30章の今日読んだこの9節において、ダビデたちがこのベソル川に、まあ、着いたと書かれていますね。まあ、文字通り彼らは疲れ切っていた。これは肉体的な疲れだけではなくですね、まあ、妻や子供、家畜が奪われてしまった、まあ、精神的な疲れもあったでしょうね。私は先週の日曜日ですね、礼拝が終わって、まあ、家に帰った途端ですね、どっと疲れが来たんですね。まあ、年末からの疲れがずっと、まあ、溜まっていたのかなと思うんですけど、今までにない疲れを本当に肩に感じた。ああ肉体弱いな、まあ、そんなようなことを思っていたら、まあ、その次の瞬間妻がですね、まあ、今日もお疲れ様って、今日の練習も良かったよ、まあ、そんな一言をかけてくださったんですね。でその一言で心がスッと楽になったんです。で本当にこの、まあ、妻の存在にも感謝したんですが、家族って本当に素晴らしいな、まあ、精神的な休息といいましょうか。で、まあ、その一言で私は救われたんですけども、誰たちも、まあ、同じ心境ではなかったかな。家族が、まあ、奪われてしまったんでしょう。非常にこの肉体的だけで精神的に多くの負担を彼らは抱えている。でそのところにおいて彼らはこの川を渡らなければいけなかったんですね。ベソルという意味はですね、原文においては福音という意味なんです。福音を渡るって意味じゃないですか。平気はまさに福音に生きる、信仰に生きる。皆さん、私たちがこの信仰に生きようとするとき、私もこれは通ってきたところなので皆さんも、まあ、共感されると思うんですけど、この信仰に生きようとすれば生きようとするほど、そういった状況でも非常に楽ではない、心において体において難しさを感じるときってことか、なかなか状況が変わらない。しかし勝率が絶えずこの川を渡った先にあるということ、そして神は私たちのこの人生における勝利というのを福音に生きる中に、福音にとどまる中において備えておられるということですね。ぜひ覚えたいと思いますね。祈りが遠く、もう祈る言葉すらないという瞬間もあると思います。しかし信仰に生き続けるということによって、ここに回復の鍵が一つあると思います。誰がこの場所に置こう、まあ、置いて行った3つの行い、少し見てみたいと思うんですけど、1つ目が8節ですね。30章の8節です。この場所でダビデは主に伺っていったと。略奪隊を追うべきでしょうか、追わないべきでしょうか。まあこれはよく言われることですけども、主に聞くということ、皆さんも日々のデボーションで実践されていると思うんですけど、まあ、6節においてダビデは部下に殺されかけていますので、当然誰が見てもこの略奪隊を追わなければいけなかった、もう分かりきっていたことです。でもその中にあってもダビデはまず主に聞いたんですね。よく私たちはこの聖書を読むとか御言葉を読むと語りますけど、まあ、本来聖書というのは神様の言葉ですので、私たちは聞かなければいけない。今年からデボーションのやり方が少し変わりましたね。決して楽をしているわけではないです。でもぜひ私の一つの願いとしては、皆さんにこの聖書を開いて聖書から神様のことを聞いてほしいんです。コラムを読む中で満足して、まあ、今日は聖書はいいかじゃなくて、実際に聖書を開いて読んでほしい。夏江さんもいつも素晴らしい記事を書いてくださいますから、本当にここに私たちは目を留めていきたいなと思います。ですからぜひ、特にこの日のデボーションの中にも聖書を開き、主に聞くということをですね、実践していただきたいなと、心からそう思いますね。ローマ書の10章の17節によりは、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉によります。
まさに日々一緒に聞くということを忘れないでください。そして2つ目において、この私たちの信仰が回復されていく鍵というのはですね、11節に書かれているんですが、11、12ともう一度読みしていきます。まあ、ダビデたちは一人のエジプト人を野原で見つけ、ダビデのところに連れてきた。彼らは彼にパンをやって食べさせ、水を飲ませた。さらに一塊の干しイチジクと二つの干しブドウをやると、彼はそれを食べて元気を回復した。信仰の回復における二つ目の鍵というのは、人々の人生の回復に関わるということです。私たちのこの現代社会においては個人主義ということがよく使われますね。で、これは私たちが気づかなくてもね、教会の中に非常に浸透している思いもあると思うんです。ある先生が書いたこの記事の中で、みんなで行こう、一人旅っていう、まあ、そういった記事があったんですね。まあ、これは悲しい揶揄なんですが、みんなで行っているんだけど、みんなで礼拝をしているんだけども、どっか自分一人で、どっか自分一人だけの家に固執している。皆さんそんな経験ないですか？祈りにおいて私たちは、私が私の家族がっていうところにとどまってしまうといつしか思いが小さくなる。個人主義のようになってしまう。で、そういった意味においてここに一つの鍵があるんです。それは人々の人生の回復に手を差し伸べていく。そのところにおいて私たちの人生が回復されていくことなんです。でも同時にこのことをぜひ覚えていただきたいと思うんですが、たとえ私の願った通りに私の人生が回復されなかったとしても、まあその極みはですね、主の栄光が表されるということを絶えず覚えることです。シアトルのスピーチャーチのですね、ウェンデル・スミスという先生が、まあその方は病気で亡くなられたんですが、10年前に日本に来られまして、2006年ですね。非常にまあ私は、まあ、そのメッセージは後からまあ CD で聞いたんですけども、本当にインパクトのある、まあ、インスパイアするメッセージを私は受け取ることができたんですが、まあ、彼は長年この闘病生活を患っていたんですね。でも彼がこの病院に手を置いて祈ると、病院が癒されている。自分が病気であるのに関わらず、自分の病気もおそらくその癒されに祈ったと思います。でも、人のために彼は祈り続けたんですよ。結果的に、まあ、人間の目から見るときにその病は克服されずに、まあ、彼は天に召されていたんですが、その彼が語ったメッセージの中で、たとえ私の病が癒されなかったとしても、私を通して主の栄光が表されるならばそれで十分です。たとえ私の人生が回復されなかったとしても、私を通して他の人々の人生が回復されていくならばそれが十分です。もちろん主は皆さんの人生を駆け上げていきます。回復されていきます。でも私たちは、この個人主義の信仰ではなくて、主に対するフォーカスで、ここに留まり続けられるんです。一箇所に言葉を見てみましょうか。箴言の19章の